3年ぶりの開催となったライラック祭り。今年は感染対策にも気を配りながら外で食事やお酒を楽しめます。おいしい。新型コロナウイルスの感染拡大で一昨年は中止、去年はオンラインでの開催となったライラック祭り。3年ぶりのリアルなイベントに大通公園の会場は朝から大勢の人でにぎわいました。3年ぶりにできてこんないいお天気でね、みんな張り切っております。札幌市民の方がみんな大通りに集まるといいなって考えてます。例年人気のワインガーデンは中止となりましたが、道内の飲食店が集まる6丁目会場にはアクリル板で仕切られた382席が用意されました。飲食エリアはフェンスで仕切られ、入場するには北海道コロナ通知システムへの登録、または氏名、電話番号の記載が義務付けられました。会計はキャッシュレス決済でも行われるなど、感染症対策が徹底されています。マツコ会食にてお楽しみいただきますようお願い申し上げます。おいしい。嬉しいです。札幌の花っていうイメージなので続けてほしいお祭りです。コロナの前までは祭りの初日にライラックの苗木が市民に手渡しでプレゼントされていましたが、一昨年は中止、去年は希望者に配送していました。こちらライラックの苗木になっております。1000ポットございます。この造園業者では毎年3月、ライラック祭りで配る苗木を関東から仕入れています。おととしのイベント中止では、1000本の苗木が行き場をなくしてしまい、今でもおよそ60本が残されたままです。苗木がなくならない、ずっと余ってる状態だったんですけども、お客様だったり民間の方からお電話いただきまして、現状はもう60本程度残ってしまってるんですけども、940本は無事お客様のところに行けたと思いますので、結果的には良かったのかなと思います。今年も去年と同様、札幌市民を対象にオンラインの抽選で1000人に苗木を無料で発送することが決まりました。楽しみにしている方がいらっしゃると思うので、そのために一生懸命管理させてもらってます。ライラックは香りがとてもいいので、この時期しか楽しめない香りを楽しんでいただけたと思います。ライラック祭りは大通公園で今月29日まで、白石区の川下公園では今月28日から2日間開催されます。お天気にも恵まれて皆さんいい表情してましたね。いや、そうなんですよね。今まさにですね、大通公園のこのライラック今見頃を迎えていて、400本が咲き誇っているんですが、やはりこのイベントといいますと、この春から夏にかけて初夏の札幌を満喫する、青空の下満喫できるやっぱりイベントだなというね、つくづく感じましたよね。さて、この久しぶりの3年ぶりの札幌ライラック祭りなんですけれども、大通りだけではありません。川下公園、川下会場もあるんです。月末28日には150人先着で、こちらは人数絞られているので苗木を無料配布するということなんですね。欲しい方は行ってみてください。またどちらの会場もコロナ対策を行っております。コロナ通知システムの登録、または氏名と電話番号の記載が義務化されていまして、コロナの感染者が出た場合にすぐに連絡が取れるようになっているほか、飲食の購入もキャッシュレス決済、これが進んでいました。さらにですね、飲食エリアの利用なんですが、最大目安として60分というルールが決まっているんです。菅井さん、こういった対策をしているのであれば、青空の下かなり安心して楽しめそうですね。そうですね。今年はリラビエとはちょっと無念な感じで、はい、お出かけ日和も続きまして、特に週末カラッとした、ね、北海道らしい陽気も一緒に楽しめると思います。そうですね。さて、この後ですね、札幌市内では夏にかけていろいろなイベントが行われる予定になっています。こちら6月7月まとめました。北大の北大祭、これはあるんですけれども、今年は出店あるんですけれども、お店の数を300店から半分に縮小します。事前予約制です。そしてよさこいソーラン祭りもあります。北海道神宮例祭、札幌祭りもあるんですが、この札幌祭りに関しては出店あるんですが、アルコール提供なし、食べ物はテイクアウトのみとなっています。7月です。
7月初のイベント、7月1日から3日はこちらお酒と食の美味しいマルシェというものが予定されています。さまざまな飲食店出る予定です。そしてマコマ内の花火大会も行われまして、夏大通りビアガーデン、これ先週ですね、秋元市長が開催に前向きな発言をしていました。開催に向けて今検討中だということです。皆さんもですね、ぜひ大通り公園のイベントなど楽しんでいってください。